自閉の動画解放軍、動画で解放とか。めっちゃええやん。自閉の動画解放軍、スマホ用のヘッドホン、イヤホン。皆さんどのように選んでますかあまり店に置いてないし、視聴用のヘッドホンも用意されてない。だから頼るのは、私たちのようなレビューだけになってしまうんですよね。今回、サウンドピーツのインナーイヤー型のヘッドホン、イヤホン。これのレビューです。もうすでに音聞いてます。音の感想よりまずは中を開けましょう。あ、これポーチがついてますね。 ポーチがついてると持ち運びにいいですね。こういうイヤホン、結構デリケートですからね。ケースで大切に守りたいですね。中にはイヤホン本体。それと各種イヤーピースがついてますね。イヤーピースの数、多いですね。すごく多いです。3つ袋ついてますね。この組み合わせで、あなたの耳にフィットできますね。これだけあれば、しっかりと耳にフィットする組み合わせ、見つかるんじゃないかなと思います。こういう配慮嬉しいですね。では本体の方。 本体はちょっとビビッドな蛍光色のケーブルで繋がれてますね。このケーブル、平らな形状で絡みにくいですね。ケースの中に乱雑に入れても、パッと手を離せば絡まずにまた戻り戻る。これいいですね。掛け心地、ソフトにもハードにもできますね。なぜか先ほどのフィッティングキット、それを使って調整できるからですね。ランニングとかエクササイズで激しく使いたい。そういう人は高いフィット感。自宅でのんびりと効く人、柔らかいフィット感。 通勤の騒音下で使いたい場合は、ピット感はそんなにないけど、このイヤーピースは少しきつめ。いろいろなチューニングができます。つけると周りの騒音、結構封じ込めますね。音楽の世界に没入できると思います。あとこれ音声ガイダンスがついてます。電源が入ればパワーオン。電源が切れればパワーオフ。わかりやすいです。 あの、この手のヘッドホン、電源を切ったつもりなのに入ってた。そういうことがあります。でもこれ、耳に軽くかけて電源ボタン長押し,してれば、パワーオン、パワーオフ、しっかり聞こえます。パワーオフと聞けば、確実に電源切れてますね。操作は右側に集約されてますね。ボリュームアップ、ボリュームダウン、曲を送り、曲戻し、電源スイッチはここですね。充電はこれマイクロ USB で行いますね。左側の方についてます。あ、あと音。 このデザインですけど、ドンシャリじゃないです。中音域はしっかりしてますね。低音域、いわゆるブーミーなドンという感じはない。でも低音の存在感、落ち着いた存在感ありますね。クラシックのようにワイドレンジの曲でもしっかりと聞かせてくれますね。高音もギラついてないですね。だから落ち着いてボーカルを聴きたい人、そういう人に合ってますね。デザインは非常にポップですけど、音の作りは保守的ですね。ある程度いい音で音楽を聴きたい。そういう人におすすめです。 これだったら手軽ですよね。この状態でケースに入れて、カバンに入れておけば、いつでも聞きたいときは、手を広げるだけでパッと広がりますからね。それ絡まらない。こういうヘッドホンって出先で、あ、なんか聞きたいけど何か絡まっちゃって、みたいな。そういうのがありますけど、このサウンドピーツのヘッドホンにはないです。出先で音楽を聞く人が多い人、ぜひサウンドピーツのヘッドホン、選んでみてください。自閉の動画解放運。